森だけのハッピングナイト。せーの、8時だよ。はい、本日もスタートいたしました、はい、森だけのハッピーフラナイトでございます。はい、皆さんこんばんは、木村のりおです。イエーイ、皆さんこんばんは、私、大きいボンドと、大の仲良しの、竹受けたと申します。久しぶりに大きいボンちゃんと飲みまして、あまりにもインパクトが強かったんでボンちゃんの宣伝をしました。いや、私は何で大きさになってんだろうと思っておりました。いや、はい、さあさあ、まあ今世の中はゴールデンウィークということで、今日5月3日は建国記念日、はい、で明日4日が緑の日、緑の日、そして5日がじゃーん、子供の日でございますよ。ですね、大人の日も欲しい ね、 ね、大人の日って何をやるんだろう。わかんない、お休み。でも子供の日ってさ、なんか小さい頃子供の日って、はい、何か特別にやってもらったっていう記憶はないんだけど、まあ基本なんかほら節句、男の子の節句みたいなね、うん、もう私たちの時代は、そうだね、そうそう、で、うんうんうん、3月の3日が女の子 で、うん、女の子で、桃の節句でみたいな、そうそうそう、はいはいはい、だからなんか5月5日はもう男子にお任せみたいなね、うん、感じでした。そうだね、うん、今はね、なんかもう本当子供の日っていうことで、うんうんうん、いろんなところで鯉のぼりがハタ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 なってますね、なびいてますね、なってる、なってる、うちの近くのゴルフ場の駐車場がすごいのよ、ブワーッとあってドロ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 って、もう鯉のぼりがどんだけいるのってぐらい、やっぱり毎年毎年今日見ました、はい、僕の近くの大きな豪邸があるんですけど、ね、大きな豪邸がね、そこで鯉のぼりが、うん、10本ぐらい庭にバーでも昔私たち普通にみんなの家に鯉のぼり立ってたよね。立ってたね。立ってたよ。うん、まあこれぐらいのサイズのね、大きいやつ、3匹って言っていいのかな、お父さんとお母さんと、うん、子供よ、子供ね、のこのセットがよく普通のお家にも。なびいてたよね。なびいてたね。でも、うん、最近さ、あんまり見なくなったよね。見ないですね。うん、でクリスマスなんかもそうだけど、うん、昔はなんていうの、あれよく電飾で、はい、庭なんかによく飾ってたじゃないですか。うんうんうん、で最近はね、その電飾も見なくなったし、なんかこういうイベントの本当本当、うちの近辺電飾すごいわよ。なんかもう毎年増えていくの。でもね、あれね、田舎の方もあるんだって。ええー、いやいや、どれちゃんそうなのか、はい、田舎ってわけじゃないけど、やっぱね、豪邸がやってるわね、うん、なんか、うん、なかなか豪邸がやってるわね、うんうん、電飾でしょ、もう電飾やってるわね、すごいよね、あのクリスマスの電飾もね、すごいわよ。ああ、そうかそうか、うん、でもさ、のりちゃんさ、うん、まあこういう仕事をしてると、うん、ゴールデンウィークだ、連休だっていうけど、はいはい、まっ全く関係ないね。全く関係ない。だから、今日何の日だっけみたいなね、うんうん、ふっとね、うん、そしたら今日 の、 ゲストの演歌会のプリンスが、はい、プリンスね、こそっと教えてくれたわよ、はい、結構記念日ですよって、緑の日ですよとか、いろいろスマホで調べてね、スマホで調べてね教えてくれましたよ、はい、いや今日ね、まあ、この後後ほどね、はい、演歌会のプリンスのゲストに出るんですけど、ね、はい、今日はもう夢グループ、夢レコードのプロデューサーとちょっとお食事をして、まあ今後ね、その演歌界のプリンスのいろんな話をしてきたんですけども、戦略会議、ちょっと戦略会議をしてきたんだけどね、これはね、ちょっと面白いことになりそうなので、でね、このまた演歌界のプリンスが破天荒な男でね、何をやらかすかわからない男なんですよ。もうね、だからね、ちょっとね、僕としてみればね、ハラハラドキドキなんだけどね。でも今の時代にはいいよ、うん、みんなちっちゃくまとまっちゃってるじゃない、なんか。そうすぐなんかほら、なんか言われちゃうしさ、うんうん、SNS なんかももうほらみんなが使ってるからさ、うんうんうん、なんかそんなとこからこうちょっとこう波及しちゃって、うん、こうなんかちょっとね、うん、なんていうんだっけ、とっちめられちゃうじゃなくて、なんていうの、なんかね、分かる分かる、そんなことも起きちゃったりとか、だからなんかもうみんなこう貧困法制にこうなんか沈黙、うんうん、こうまとまってきちゃってる中、ね、やっぱりね、こういう
仕事してる人が多少破天荒じゃないと、うん、そういうこと面白くないのよ。まあ後でねちょっと彼にいろんなね、うん、今後のね、うん、CD をまあ、うん、出して楽しみ、ね、いろんな営業ね、うん、彼が考えてることがあるんだけど、うん、これをちょっとね楽しみだね。面白いのよ。でまあ彼はね、うん、僕の、まあ、後輩でもあるんですけど、はいはい、前のレコード会社の後輩でもあるんですけど、はいはい、まあその時もね何回か僕も見に行ったんですけど、はい、路上ライブをやって、はい、警察に追っかけられたりしたことも何か待ってた声出していいんだよ。そこで静かにしてなくていい。もうねすごいのステージ度胸というかね、うん、もうねあの本当に大きな川崎だとかいろんな駅前でやるんだけど、うんうん、皆さんこんにちは、僕は今レコード業界のプリンスで直に大スターになるなんとかなんとかですってねガンガンやっちゃってね俺笑っちゃったの。いや素晴らしいです。やっぱねそういうね、うん、あの意気込み志、うん、これがないとやれませんよ、うん、いやでもね俺ちゃんね、うん、やっぱもう俺ね、うん、この年になって例えば同じことをやるってもね、うん、ちょっとやっぱりね昔はね平気でできたけど、うん、ちょっとやっぱりねきついかなってのがあるのね、まあ、若いエネルギーゆえにね、うんうん、できることでしょうね。逆に羨ましいですよね。羨ましい羨ましい。だって、うん、のりちゃんだってほら久しぶりに何十三十何年ぶりに新曲出したよね。30年ぶりに今日 CD 出すの忘れちゃった、ねうん、ですね。ちょっと凱旋ちょっとキャンペーンやりましょうかね。じゃあ、はい、あの達郎くん見習い名前言っちゃったゲストまだ言ってないの。ゲスト誰だか言ってないんだけどさ、 T 君見習って T 君ね、うん、ちょいちょいプって言っちゃうよね。あれそれやっぱ本当に CD 出てないんだよね。あでも出してくれてる、ありがとう。偉いな、ありがとうございます。さあ私ね、はい、ちょっとお話ししたいことがあるの。あのね、うん、昨日ね、はい、私ね電車、うん、地下鉄でね、うん、盲導犬が乗ってたの。おー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 、あよく見る、ま、盲導犬が乗ってるところは何回か、うん、あのもちろん遭遇してるんだけれども、うんうんうん、でもうまさに前に乗っててね、うんうん、いい子に伏せしてるんですよ、うん、でスモックみたいなね毛が散らないように、うん、スモックみたいなお洋服着せられて、そしてあのハーネスみたいなこうガッコンってやつをつけてて、ついてね、でそれがちょっとリュック状になっていて、はい、そのリュックのところに若葉マークがついてるの。じゃあだからまだ初心者だ。そうなの。だからね、あの彼なのか彼女なのかわからないけれども、あのそうモドケンちゃんは、うん、まあまあまだ若葉ちゃんで、うん、そうかと思って、でもいい子にずっと伏せしてるわけ。でも時折目が合うから、うん、もう私ほら満足だから大好きだからね、もう満面の笑みで微笑みかけてお邪魔しちゃいけないと思って、うん、彼女のね、うん、彼の仕事の邪魔しちゃいけないと思いつつ、うん、もう笑みがこぼれて仕方がないわけ、うんうんうん、でなんていい子なんだろうって思って、うん、じーっと見てたら、うん、ある駅停車しました、うん、でまた発車しました、はい、で次の駅に向かう間、うん、まだ走行中に、うん、急にその子がむくってお座りして、うん、顎を飼い主さんの膝のももか、うん、もものところにゴンって乗っけるわけよ、うん、で飼い主さんはそれで耳の辺をトン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 ってなでなでとかして、うん、であらあらどうしたのかしらって思ったら、その後むくっと立ち上がって、うん、もう誘導するわけよ。でえどうするんだと思ったら、走行中なのよ、 A の駅 B の駅の間の走行中に、うん、合図をして、うん、誘導して、うん、でこの B の駅でドア開いたらちゃんと降りてくる、うん、降りる準備をもうちゃんと自分で分かってるわけ。おいそう、どうして分かるんだろうと思って。それってでもどうして分かるのかな、すごくない。へ、私なんかだってうっかりして乗り過ごすことあるじゃない。いやもうしょっちゅう乗り過ごしてるからね、うん、すっごいなと思って、どこで分かってんだろうと思って、どこが若葉ちゃんなんだろうと思って。言われてみればそうだね。そうで、そのねけなげなその姿、人間様のそのサポートをなんか一生懸命やってるそのけなげな姿見てたら、もう泣けてきちゃって、なんかもう一人で電車でうるん泣いてきて、そんな泣けてきて、なんかもうすごい、なんかすごいとか思って、なんか若葉マークつけてね、そういう姿を見るとやっぱり彼は彼なりに一生懸命なんか頑張って、うん、全然どこが若葉なのって感じ。そうなんだ、ピシッと誘導してドアの辺に連れてって、うん、すごくない？すごいね。でも本当に今言うように、なんで次の駅で降りるかっていうのが分かるのかな。走行中よ。
だってそれはワンちゃんアナウンスがあったわけじゃないのよ。ワンちゃんの方からトントンってやって次降りますよって合図をしてるわけでしょ。ももの上に顎ポンって乗っけて、あ、なんかあの落ち着いてたのにちょっと動き出しちゃうのかななんて、うん、ちょっとああ大丈夫かななんて。でも私が手を差し伸べることじゃないし、あの作業を邪魔しちゃいけないなと思ってもう見守ってたら、その後スクッと立って誘導しだしてドアの辺に、あ、降りるんだって思って、そしたらドア開いたらちゃんと降りてって乗り換えてったわよ。でもそれってなんでわかるんだろう。わかんない。ワンちゃん好きののりちゃんから言えばなんかわからない。ちょっとさすがにわからない。なんか放送があったら、うん、なんかそのフレーズでワンちゃんって結構言葉を覚えるから。あ、そうなの。そうなの。あ、まあ不正とかお手とか覚えるもんね。コマンドで、うん、覚えるから何かあったかなと思ったんだけど、別にね放送もなかったのよ。まだアナウンスもなかったから、うん、なんだろうね。体内時計。それはでもすごいね。すごいね。へー、すごいなと思って。あ、そう。でもなんかそういうの見ると感動するよね。一生懸命頑張ってる。そう、けなげな姿ね。ノリはさ、そういうワンちゃんのさ、映画もそうだけど、なんかそういうの見れないんだよね。見れないの、あの悲しい。だからこの間もちょっと話した八甲物語なんか、見れない。もうあれ俺2回ぐらい見て、僕でさえもう大泣きしちゃったの。もう本当にね、ご主人様がね、うん、もう亡くなっちゃってるんだけど、毎日毎日そういうね、あの、ミネちゃんが迎えに行ったとの、帰らなく、雨の日も雪の日もずっと待ってるわけよ。それを見てね、もう涙が出てきちゃって ねで、それは見たのかなと思ったら見れない。見れないんだよね。絶対見れない。あ、でもね、あれはね、本当に見てもらう、あの、あんなね、うん、映画を見たらね、ま、見れないな。感動しちゃうよ、本当に。そうそうそう、まあ、とにかくね、本当そんな出来事があって、で、私ね、昔からあのほら人間のさ、うん、あのホームだとかさ、うん、あと、まあ、私もあの、あ、この8月にもまたさせていただくけれども、うん、CD の売り上げの一部を、うん、不死児童施設に、あ、そうね、はい、そうね、毎年行ってるやつね、うん、あのドネーションさせていただいておりますが、うんうん、あのそういう人間様のことはほら皆さんやりがちなんだけれども、はい、あのね、そういう聴導盲導犬とか聴導犬のお仕事を終えた子たちが里親で引き受けてもらえる場合もあるんだけれども、うん、まあ、11歳ぐらいで引退するから、うん、そうなると老犬ホームに入るわけ。お、老犬ホーム。そうなので、その老犬ホームにもう寄付をね、うん、あのちゃんとこうしっかり自分で立てるようになったら、うん、あの寄付したいなって思う、ずっと思ってるのよ、もう何年も。まあ、それがのりの夢なんですよね。そうなんです。あの今後の夢で、そうなんです。そのために今は一生懸命頑張ってね。そうなんです。もう人間様はあの他の方にお任せしてもうワン様にさせていただきたいんですよね。なるほどね。そう、僕のね、あの中学高校大学の同級生がアイメイトつって、盲導犬のやっぱり、すごいアイメイト有名だよ。そうそうそう、有名なところをずっと彼がやってて、うん、今もあの彼が校長先生じゃないのかな、多分その頃はお父さんがやってたんだけど、それで、まあ、あの宮内庁だとか、うんうんうん、そういう人、まあ、ワンちゃんも全部行って、うん、あのまあ、しつけも兼ねてね、そう、しつけも兼ねてやってたんだけど、うんうんうん、まあでもね、一回遊びに行ったらしつけなんてもう厳しい厳しい、ね、それはすごい厳しい、あのトイプかわいそうになるぐらいです、厳しい。行ったのね、しつけに、うんうんうん、あのちょっとアジリティっていうね、ワンちゃんのね、こう、うん、競技があってね、うん、それに出ようかなって思って、うん、ちょっとその前に、うん、服従っていうしつけをしないとダメなわけ、うん、で通ったわよ、横浜まで毎週週2日あでもあれとあのよくわからないんだけど、俺もちょっとワンちゃん飼ってた時期があったんだけど、うん、ちょっと、まあ、あのミニチュアダックスをね、うん、で結局しつけも何もしないし学校も行かせなかったんだけど、うんうん、やっぱりね、あのミニチュアダックスってのは主流犬だから、うんうんうん、結構、まあ、性格はあれなんだって、うんうんうん、そうだね、でやっぱりね、好きがしなかったのか甘やかしたのか分かんないけど、うん、例えばワンちゃんってとにかく食べ物に対して貪欲じゃない、うん、で食べてるより手とか入れると、うん、ガバーって噛まれちゃったことがあるの、うん、でね、あれそれっていろんな人に話を聞いたら、いやそれはあのダメよ、しつけができてないんだよって言われるんだけども、うんうん、と思って、まあ、やっぱり赤ちゃんからのそういうしつけって大事なのかなと思って、そうだね、もういろいろグルーミングって言って、もういろいろ触って、うん、私を飼い主が何しても、うん、あの怖くないんだよ、安全なんだよっていうのを覚え込ませて、うんうんうん、もうだからうちの子歯磨きもするし、へもう何しても全然平気、うんうんうん、あのお散歩あと肉球拭く時も、うんうん、もう腹出して手
手足出して あどうぞみたいな。ああいうの嫌がる子もいるんだよね。そうそうそう、で、うん、歯磨きも本当は嫌なんだと思うのね、うんうん、なんかあまただっていう感じなんだけど、うんうん、やらしてくれる。あそう、うん、だからもう本当なんだろうな、まあ、もちろんその子の個体差もあると思うんだけれども、持って生まれたものもあると思うんだけれども、やっぱりある程度その厳しくやる必要はないと思うのね、褒めて褒めて、だってその盲導犬のパピーウォーカーは、生まれてすぐのラブちゃんとかそういうのをお預かりして、その後盲導犬や聴導犬になるために、育てるパピーウォーカーっていうのがいるんだけれども、それは怒んないから、もう褒めて褒めて褒めて、だから人間と一緒にいると幸せだよ楽しいよっていうのをこう覚えてもらうために、もう褒めて伸ばす褒めて伸ばす褒めて、怒らない、怒らない。へえ、あれさ、よくわかんないんだけど、盲導犬っていいことした時にもううわーいい子ねいい子ねって、で悪いことした時はもう無視みたいな。あ、そうなんだ。でまたいい子、ああいい子ちゃんいい子ちゃんってもう気違いみたいな、ああって言ってまた何かある人、うん、へえ。あれさ、のりちゃんさ、盲導犬とか聴導犬って、うん、やっぱりラブラドールが多いの？いろいろね、今はラブドゥドールとか、プードルとラブラドールをかけたものとかいろいろいるんだけど、でも日本ラブちゃんは昔からよく見てるよね。日本はやっぱりラブちゃんが多いかも ね、 ね。あとでも警察犬は、大型犬だと、ちょっと狭いところに入れなかったりなんかするから、プードルとかもいるのよ。プードルの警察犬って、ね、見たことない。実はプードルって頭がいいの、全犬種の中で1位か2位かって言われてる、まあ、ボーダーコリーかプードルかっていう、やっぱり昔さ、サーカスでもさ、芸やってたぐらいだから、プードルってだから非常に学習能力もあるし、語学力というか、もうなんていう言葉も、200語ぐらい分かるらしい。要するに大人が人間が言ってる言葉をね。人間言ってる言葉とか。そうそうそう。だからね、そうなのよ。ワンちゃんのことは、ね、語ってると終わっちゃうから。ワンちゃんのことを語らすと1時間2時間永遠で語らしますね。そうなんです。まあじゃあ今日はね、ワンちゃん置いといて、今日は人間様の、そうですね、演歌会のプリンス、ね、ゲストがね、そうですよね、もう帽子をかぶって待ち構えてるんでね、ちょっとスタジオにご紹介したい。はい。それでは今日のゲストは、演歌会のプリンス、桜川達郎くんです。今日の日とありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。もうのっけから果てんね。来ました来ました。のっけから果てんね、はいはい、噂の演歌界のプリンス桜川達郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あのね、実はのりちゃんね、彼は僕の定築の、ちょうどデビューがね、ちょっと達郎の方が早かったのかな、俺の方が早かったのかな、ちょっと竹井さんの方が早かった、早かったね、早かった、定築では、そうなの、そうなの、で、僕のマネージャーをやってた、彼が桜川達郎のマネージャーもやってて、で、彼も高隆先生の曲でデビューしたんですけどね、で、なんと彼の、PV とか、ああいうのは例の映画監督、横山、そうです、彼が演出をしたんですよ。そうです。ここのゲストで来たことありますか。デビュー当時なんで、もう7年前ですけど、僕の地元が新潟ですので、新潟まで横山監督来てくださいました。そうなんで、新潟で撮影をさせていただいた。そうなんですか。いろいろこう紐解いていくと、私自身もご存知の方がたくさんいて、なんか縁が濃いなーって、ご縁があるなーってまあ感じてるんですけれども、私もね、達郎くんにはもう、時期を返して何回か会ってるんだよね。会ってるんだよね。そうなんですよ。もう初めて5年前ぐらいですかね。一番最初の。そうでした。はい。そうそうそう。あれ何の時に会ったの？変わんないね。有楽町か何かでコンサートが有楽町あって、はい。連れてきていただいて。誰のコンサート？オルリコさんですか？オルリコのコンサート、そうです。そうだ、リコちゃんのコンサートで。そうだ、それもあるね。有楽町のプロントで。そうだ、一緒に飲ませていただいたんですよ。それが初めてでしたね。そうだ、明確に覚えてます。分かった、フロントが遠くて足が痛い痛いって有楽町から、そうですそうです、そうだよな、竹さんまだつかないのってこんななって歩いてる。そうでした、あの時初めてだ。そうか、なるほどなるほど。でまたなんか後で偶然伊勢丹会館でさ、あ、
そうだ出くわしたじゃん。ありましたね、伊勢丹会館のあの1階の喫茶店、突然で、おーみたいな、はい、つって、おーっつって、えーみたいな。ありました、ありました。そうだ、そうだ、そうなんですよ。なるほど、なるほど。まあ、ご縁があるんだな、ありがとうございます。いやね、もう彼はね、新潟出身なんだけど、まあ、新潟では桜川達郎っていうとね、歌を歌ってる歌手桜川達郎っていうのはもう有名なんですけども、まあ本当にね、彼はねフットワークが良くて、もうね後輩なんですけど、いろんなことをねやってくれてね、僕はね本当に、あ、達郎がいて感謝することがいっぱいあるんですよ。だその達郎がね、まあ今回本当はのりちゃんコロナ前にもうそろそろ新曲を出そうって話を聞いてたのね。で、タカさん新曲出したいんだけどどうしようかな、定地区でやろうかな、どこでやろうかななんていろいろ悩んでたんですけど、まあ、まあ結局コロナで、まあ、それができなかったんだよな、残念ながら。本当ね、このコロナはこのエンタメ業界にとっては本当にね、大打撃な、そうですね、時期でしたね。まあ、まだ収束したわけじゃないにしてもね、前も5類になったということで、ずいぶんもうね、ずいぶん変わってしまいましたね、コロナで。本当そうですね、はい、だってね、あの頃はね、あの歌だけじゃなくてのりちゃんもやっぱり MC の方で結構忙しかったのね、コロナ前はね。全部飛んだもん、全部飛んでたもんね。じゃあコロナが終わって、まあ収束したわけじゃないけど戻ってくるかったらもう全然戻ってこない、ね、そうなんだね。忙しかったね、 MC でさ、もう月に 2,300 万稼いでたからさ、すごいですね、 3,40 万だから MC1 本やると 4,50 万ぐらいもらってたからね。それがゼロになってそれがゼロになって肉や肉や、5カラットから3カラットになって、3カラットから2カラットになって、2カラットから1カラットのダイヤになってね、どん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 ちっちゃくなっていっちゃったのよ。それでもこれだけのね輝きを保って、お前うまいこと言うじゃん、すごいね、さすが、うまいこと言うじゃん、演歌界のプリンス、もう綺麗だなと思っていつも見てますよ、もう。本当かよ、息子だからね、会うたびに綺麗になってるなと思って。でも本当に息子だよね、本当よ。竹さんなんかじゃ孫でしょ。いや孫はちょっと、孫じゃないな、まあ、息子だよやっぱり、そうですね、38区の子供だから、31だから、そうかそうか、そう、まだギリギリ、ギリギリ息子ですよ、そうですね、どちらかというと、はいはい、息子に近い、息子は息子ですね、そうそうそう、本当よね。で、まあそんなことがあって、はい、コロナ禍は出さなくて、まあ、はい、今考えたら、うん、本当に出さなくてよかったよね、あ、いろんな意味でね。あそこで出してたら本当に大変な時に、うん、キャンペーンだとかも全部潰れてたわけなので、ね、逆に言えばよかったのかなという、はい、うん、でもいろんな新潟でいろんな昔のアイドルを呼んでコンサートやったね、うん、そうですね、わけわかんないのがいっぱい来たけどさ、いろいろとね、もうまたやろそうですね、またやろ、やりましょう、またやろう、またやろう、ちょっと新潟で3人で、ま、3人でビッグショーで、3人でビッグショーやろうか、ま、やりたいですね、新潟ね、ビッグショーって今言うビッグショーって言うともう昭和ですよ。NHK だっけ、ビッグショーって。二人のビッグショーで。お前なんで知ってんの？僕の子供の時にあって、それが、でも僕の子供の時は、その再放送で放送してて。あ、リアルタイムじゃないんだ。リアルタイムじゃなくて。リアルタイムじゃなかったです。そう、なんか今ね、ビッグショーって懐かしいと思って。ビッグショーって。ないよね、今ね。言わないよね。ね、それはあれ、NHK とか。え？なんでもない。あの、見学の、あ、今ね、向こうでね、ちょっと呼んで、はい、ビッグショー知ってるって聞こうと思ったらいなかったみたいな、はい、で今気づくのも遅くない？だってビッグショー知ってるって言おうと思ったらいないみたいな面白いことない、今気づくのも遅くない？あれ？失礼しました、失礼しました。ところでビッグショー知ってる？あ、知ってる、やっぱ知ってますよ、ビッグショーね。30代知ってるんだ。いや、僕はギリ言うかな、ビッグショーって。あ、そう、ほんと、わー、じゃあ、まあ、やろ、やりましょう、ビッグショーでも。ビッグショーだな、はい、3人のビッグショーな、いいですね、新潟、うん、やろ、ちょっとやれるように頑張っていきたいと思います。新潟って行ったことある？のりちゃん、ありますよ。バカにして、まあまあそね、俺はそんなに行ったことないのよ。ありますよ、歌の仕事してても新潟ってあんまり行かない。新潟で逆に新潟って何しに行ったんですか？佐渡島まで行ったよ。すごい、あ、佐渡島行ったな、俺、金山、佐渡金山に、いや、金山にね、金山取りに、なんか営業よ、営業、あれ体育館よ、体育館よ、体育館の営業だった、何の営業だったの？佐渡の体育館の営業、何の体育館で営業だったの？幸子さん、うん、あ、なるほど、小林幸子さん、あ、新潟ですからね、新潟の大スターといえば小林幸子さんのコンサート、はい、なんかね、DD の時にね、ツアーにね、あのずっと3年ぐらい一緒について回ってて、そうなんですね、体育館よ、
体育館ありましたね、まあ、体育館にゴザを引いてピンポン、ゴザじゃないよ、座布団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 自分たちで持ってくるんですよ、座布団よ、あのお年寄りが、そうよ、そうよ、そう、おけつが痛くなるから、座布団自分たちで持ってくるの、体育館だから寒いのよ、冬だったんだけど、寒くて、はい、で、上下に、はい、もう薪のストーブよ、うん、で衣装とかがほらノースリーブだったりさ、はい、全然こうほら、はい、あの衣装だからあったかいのなんかないので、もう出番までずーっと当たってストーブに当たって、そうそう、ストーブ当たって出番の時にバッと出てって、はい、また当たってまた出てみたいな、でその上下でいつも着替えてたから、もう寒くて寒くて、あ、きついですね、そうかそうか、行きましたね、佐渡島もね、まああの頃はね営業っていろんなとこ行ってたもんね、加賀市の歌い手さんはね、行きましたね、そうかそうか、まあでもタツルはこの世界に入って、はい、定築でデビューする前は、はい、付き人かなんかやってたんだよね、そうですね、僕地元の歌い手、たまたま僕の家の裏に演歌歌手が住んでおりまして、うんうんうん、その演歌歌手の付き人としてちょっと、うん、なんかさ、でもさ、たつるくんのこの破天荒さを知ってる、見てるとさ、うんうんうん、付き人できるんかいって感じが一瞬するんだよ、いやーでも意外と僕もでもそう豆なんですよ、あのね、気配りがすごいもんね、そうなの、そうね、そう、結構彼はね、俺もね、まあ最近、はい、最近というか、まあだいぶ前から、あ、うん、こんなところがあるんだ、はい、タツルがっていうところがね、はい、なんかいろいろ見えてきたんだけど、結構気遣いだとか、ね、結構すごいの、うん、そうですね、あとね、やっぱりね、挨拶がすごいと、でね、言葉遣いもね、あ、例えば LINE を、まあ、ね、やるようになって、あ、分かりましたじゃなくて、あ、承知しましたとかね、うんうん、お前なんでこういう言葉つってんのぐらいね、ちゃんとしてるのよ、でね、ちゃんとしてるんだけどね、たまにね、タメ口になるね、こいつうん、うんとかってね癖なんだけどね、だから ね、うん、まあ、一生懸命気を使ってるもんな、そういう意味で、ね、ありがとうございます、なんかこんなお褒めいただきまして、なんかあれだよね、タツル君のこのホームページもあるんだよね、はい、そうですね、ホームページ、うん、はい、ありがとうございます、ございます、はい、あー出していただいて、普段はねこういう感じでね、はい、ピンクだから、はい、一応テーマカラーのピンクで、あの桜川ですもんね、あ、桜カラーで、なるほど、まあ、もう7年前のそういうことでございますけど、あ、この衣装覚えてる覚えてる、はい、桜をイメージしてね、そうでございますか、はい、なんかね、衣装だとか、うん、雰囲気が、うん、山内圭介さんが大好きで、ちょっとその、はい、まあ、路線の衣装とかね、はい、あの髪型もそうだけど、うん、結構そういう感じで売ってたんだよな、そうですね、やっぱ目標は山内圭介さんということで、うん、追いつけ追い越せで、うん、追いつけ追い越せ、はい、追い越せでね、まあ、そうそうそう、でなんか追い越せそうなんだよね、はい、今回ね、そうなんですよ、実はね追い越せそうで、うん、だってこれ、はい、これから例のあると思います、あると思います、例のね、例の、うん、ね、夢グループさんから、夢がどうしたいところから、夢グループ、はい、夢レコードさんから、まあそこに、はい、あの塩入さんという名プロデューサーがいるんですけども、はいはいはい、まあそれこそカラオケに、はい、ダムに2000曲ぐらいもう、はい、載せた人なんですけども、はいはい、まあ、たまたま僕がその人とお付き合いがあって、はいはい、で彼はそのデビューしてコロナ禍で、まあ、いろんなことを考えてて、ずっと心の中でこの先生の歌を歌いたいっていうのがあったんですよ、はい、それが念願が叶って、はい、水森英夫先生っているんですけど、作曲家の昔、この先生は歌手をやってまして、はい、たった2年と2ヶ月でっていう、はい、ちょっとヒットした歌なんですけど、はい、僕はそれを鮮明に覚えてるんですけども、はい、その先生の曲と、うん、あと詩は誰でしたっけ、じゃあ国京介、国京介先生の詩で、はい、自分が一番やりたかった先生で曲がいただけたんですよ、いやーよかったでございますね、念願かなって、もうレコーディングはいやこれからなんです、これからですか、もう曲もこれからなんですけど、そうでございますか、あ、今制作中というか、制作でも曲は決まったんですけど、はい、これまたね、うん、タイトルが面白いんですよ、うん、なんだっけ、これまだ内緒、内緒でね、ここはまだまあそれはそうだ、まだいけないかも、これは内緒だよね、はい、はい、そうですね、お楽しみにしてお楽しみだよね、はい、そうでございますか、はい、楽しみですね、そうだからもう衣装をね、うん、まあ、今日もちょっとそのプロデューサーと会って、うん、話をしてたんだけども、はい、衣装をどうしようか、じゃあメイクスタイリストをどうしようかって、はい、まあ、そのプロデューサーが知ってるスタイリストさん、はい、メイクさんで、じゃあやろうってことになって、うん、いやーやっぱりもうこういう今の
なんかこれに花束つけて白の筋つけて、それはもうなんかもうありきたらだから嫌だななんて話してたら、それこそマツケンサンバじゃないですけど、あんな感じもいいかな、こんな感じもいいかなでね、とにかく破天荒な衣装でね、多分ねデビューしたら出てくると思うんで、本当ですか、あの大笑いしてやってください。本当ですか、楽しみですね。人とは被りたくないな、そうそう、被りたくないな、我が道を行こうかな、我が道を、大事なことだからね、これはね大事ですね。そうですよね。いやでも今まさに夢グループってすごいじゃないですか、はい、そうなんですよ、ね、でいろいろ全国各地で、まあ、コンサートもね、はい、されてますし、夢コンサートね、うん、そんなこんなで多分あそこかって多分皆さん思ってると思うんですよ、はい、うんうん、なんか ねそれほど有名、うん、そうそう、なんかね、のちゃんね、うん、まあ、僕もよくわからないんですけど、うん、まあ、夢グループはもちろん知ってるんだけども、はい、あのあそこの社長の石田社長と、はい、あのテレビでよくコマーシャルで見る、はい、星名社長、社長、はい、安いって言ってるじゃないですか、あの人コンビの、うん、社長と星名さんのコンビの営業がすんごい依頼が多いんですよ。トークショー、そう、トークショーと歌も歌うんだって。いや、すごいです。すごいらしいの。ほんとに。もうね、ギャラもボーンって高くなってるらしいんですよ。そう。そうです。まあ、もうだから今乗りたけもなんかなんないかな、乗りたけ、そうですね、乗りたいよな、乗りたけ で、ね、乗りたけもね、石田社長とのあのコンビに負けずに、負けずに押したいですね、乗りたけも、乗りがたけさんって甘いいいんじゃないですかね。そうそうそう、いやいやいや、でもね、はい、すごいところでね、うん、結局じゃあそのコロナ前にやらなかったからこそ、はい、このチャンスが来たって、そういうこと、いや、ね、よかった、じゃあそういうタイミングだったんだ、結局そうね、だから逆に言えば、うんうん、本当に良かったのかなと、チャンスが向いてきたのかなと、ね、はい、本当ですね、まあ、本当にたまたま僕もそのコロナ前に塩入さんというプロデューサーと知り合って、はい、まあ、これは僕 あの、うん、曲を書いてくれた明日の城の高高志先生と、まあ当時定地ミュージックの社長だった池田さんという人が、竹さんちょっとしおりさん紹介するからって6年ぐらい前に紹介されて、それでまあしおりさんと個人的に仲良くなって、で夢グループの曲は全部しおりさんがプロデュースしてるんだけど、たまたま知ってて、そうかって話したら、たまたま達郎くんが、いや竹さん、僕夢グループ夢レコードでやりたいんですよ、もう他のレーベルじゃなくて今なんかもうそこだけなんですよ、そっか、でも無理かなと思って、じゃあちょっと話してみようか、そうなの、すごい、それがね、バーンとね、なんかそういうことだったんですよ、トントン拍子でいって、これはやっぱりこう行くね、噛み合って、これはもう行くね、だからどんどんどんと行くね、そうだから今回はちょっともう破天荒ないろんな、ね、ちょっと戦略をね、戦略を考えてますので、うん、はい、どんなさっきなんかちょっと面白いこと言っていい範囲で全然大丈夫でしょ、まあ、全然もういいんですけど、多分真似他はできないので、できないパクれないので、タツルしかできないと思う、はい、もうこれは、うん、はい、もういわゆるもうちょっと凱旋者キャンペーンだろ、一人で、そうです、あの車にですね、ああ僕の新曲のタイトルと僕の写真をラッピングしまして、うん、上にスピーカーをつけまして、ラッピングした。凱旋者じゃないんですけども、ね、私ね、はい、言う前にもう分かってた。分かってました。すごくない？え、何ですか？もうなんかもう絵が浮かんでたの。僕を感じていただいたその愛を。今ね、もうね、凱旋者、はい、もうあのもう全然浮かんでた。本当に？本当、本当、本当。え、ま、マジで？マジで。ちょっと怖い。マジで怖いですね。ちょっとあそこに今日いるから、ね、はい、私ね、こう、はい、さらに、もっとね、感じる人がいるから、さらに冴えちゃってるんだと思うよ、はい、もう言う前に分かってたから、私、はい、もうだって絵がボンって入ってたから、ほんと、ほんと、それすごくない？怖くない？怖いっす。いやで、ボンってきた、で、やってる姿も、もうやってる姿も覚えたんで、ボンってきた、いや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 、だからそうだなと思ったもん、路上ライブをね、のりちゃんね、うん、僕あの何回も見たことあるんだけど、はい、まあこのね、桜川達郎の路上ライブは、はい、お笑いのライブかっていうぐらいね、面白いね、 MC がもうね、よくこういうこと言えるなっていうことを平気で言ってで、もう本当に もちろんあの人は集まる時も集まらない時もみんな知らんプレスって誰も聞いてない時も一生懸命やってるわけよ、はい、偉いなと思う、はい、すごい、素晴らしい、やっぱもうプライド捨ててるので僕もプライドあったらできないですよ。まあまあ、はい、その桜川達郎になった時は、はい、もうそこに徹すると、そうですね、そうですね、ことですね、世界に入って、うん、そこにね、はい、やるしかないな、でもそれが必要で、
あって、それがやっぱり大事なんだと。そうなんだよね。どっかこうなんか自分が残っちゃってるとさ、はい、結果なんか中途半端でさ、はい、あの見てる方も恥ずかしくなっちゃったりさ。でもさ、はい、ね、俺たちぐらいの年になるとノリもタケもそうだけど、はい、もうどっか自分が残りすぎちゃってるから、はい、もうちょっとやっぱり、いいかってなっちゃうんだよ。こんなことなんか遠慮するわけじゃないんだけど、はい、プライドか何かわからないけど、なんか邪魔するもんがあるから、まあ無難に終えればいいかなっていう感じなんだよね。だからそこをパーンと取っ払ってこう徹するっていうことができる、素晴らしいですよ。壁をぶち破ってそうだね。もうね、でもそういう元気はないから俺は昔はね、タズルみたいな元気があったんだけども、はい、もう本当にかん、ま、ドラマを撮ってる時でも、映画を撮ってる時でも、歌を歌ってる時でも、演出が、お前何やってんだ、お前余計なことするなってしょっちゅう言われて、何か印象残そうと思って一生懸命やってたんだけど、最近のりちゃん全然ないの、そういうのが。もうちっちゃくまとまった、ちっちゃくまとまったってことさ、もういっか、だって目立たなくていっかみたいなさ。ねー、そう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 。なるほどね。まあでもあれですね、はい、じゃあちょっとここしばらくは楽しみですね、はい、うん、そうだ ね。ただね、あのやっぱり夢グループのその塩入プロデューサーっていうのは、うん、やっぱりすごい音楽的には厳しい人だから、うん、なるほど、今日も言われてたけど、はい、もうこれからちょっと特訓するからなって。歌はね、うまいんですよ、うん、で、あの声も声量もあるしね、なんかそう歌の映像、ね、なんか歌の映像見てたっけ、東京の人、歌の映像はないんだと僕歌いますよ。東京の人自分で歌っちゃえばいいですね。そんなに近づかなくても、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫です、笑ってるよ。あ、そうなんですね。ほら、もう笑ってるよ。急にボリュームが大きい、やばいやばい、ここまでいかなくても歌手だとやっぱこう、そうね、こうなっちゃう、ね、なっちゃう、ね、確かにマイク近くにね、行きたくなる、あるとね、行っちゃいますよね。このね、東京の人がまたいい曲なのよ、はい、うん、それでね、あ、まあ、横山監督が PV 撮ったんだけど、はい、まあ、PV も見たけどね、結構レッ、あの古臭い撮り方なんだけど、これまたいいのよ、はい、PV が。それ送んなかった？え？あ、これはまた、あの後日見ていただけます。あ、後日、後日、うんうん、難しい。あ、出るかもしれないよ。うんうん、出てくるかな、東京の人。あ、ありがとうございます。これはいつ、これは7年前ですね。僕は24の時でした。あ、24の時、はい、あ、そう、20、あの時4か。24でしたね。あ、これだ、これだ、これ。いやー、ありがとうございます。ほら、この見て、PV の始まり。いやー、ちょっと。新潟駅前ですね。え、なんか今の方が若くない？これはもうちょっとメイクでちょっとね、作り込んでて。わかって辛いのと胸にこんな感じで、うん、ちょっといい曲の、はい、泣いた夜の恋の切なさ苦しみを僕に教えてくれた日でも別れても会いたい東京の人、イエーイ、ありがとうございます。名曲東京の人大ヒット曲聴いていただきまして、ずっとね、はい、誰かに似てるな、誰かに似てるなと思ってずっと思ってたんだけど、はい、TM リボリューションの、なんだっけ、あの西川に似てるし、あと、うん、モノマネの酒井進さんにも似てるんだよね、はい、なんでかなってやつそうなんですよ、僕世代だから知らなかったんですよ、酒井進さんの映像って出ますよ、酒井進さん、酒井進さん、酒井進さんそっくりなのよ、モノマネの、あのね、調べたらなんでかなって酒井進っていうね、モノマネの昔のしてんのって言われた人なんだけども、うんうん、あのコロッケさんなんかよりももっと前の、似てるかも、酒井進さん、酒井進さんの映像出るかな、いや僕もまさかって思って、ね、大笑いしたの、クリスマス見たら、うん、似てる。似てるんですよ、これが。そっくりなんですよ。そっくりなのよ。びっくりして、僕。いや、似てるだろ、自分で見ても思うし。血繋がってんじゃないかなと思って。酒井進さん。本当に。実はもうね、クリソツなのよ。ね、そう。でもゲーム面白いですからね、酒井進さんの。あの芸は真似できないですよ、ね。あの人の芸は最高だからね。すごい面白かったです。本当に面白い。はい、出ます？酒井進む。あ、出ないかな。出ないかな。まあ、出たら、じゃあよろしく。出たらね。酒井進さん、わからないですもんね。そうそうそう、
うん、でもね本当に素晴らしいモノマネで、うん、酒井さん、佐々木さん、あと誰だっけな、あとねいわゆるまあコロッケさんなんかの前の四天王って言われてる有名な、ノリちゃん知ってるでしょ、酒井進むって。なんかわかんない。なんかわかんないね、顔見れば絶対わかると思うんだ。そうそうそう、だからタツルがね出た時に最初誰かに似てるな誰かに似てるなと思ってた。だって今映ってる姿もなんか自分で酒井進むさんの子なんだけど。本当に似てるわ。いやいやいやね、でも普段はメイクしてんだよね、はい、いや普段は最近はしてない、まあ、ステージの時はもちろん。あ、ステージの時は、うん、今日はちょっとノーメイクで、うん、はい、私前会った時はそうだ、いつもメイクしてるんだよね、はい、メイクしてた記憶がある、うんうんうん、あ、そうですね、してたかもしれないですね、うん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 、今日はちょっと。じゃああれですか、この後のその夢グループの、はい、まあ、破天荒な衣装なのか何なのかっていう時もやっぱもちろんメイク、はい、もちろんその時はもう選択をつけて、はい、なるほど、バッチリと作り込んでやりたいなと思ってます。なるほどね、まあ、楽しみですね。どんな予定でいるの、一応あのいつ発売予定とか、一応10月を目標に。10月、はい、レコーディングはいつだっけ。レコーディングはもうそうすると6月の頭にはしないといけないなということで、で桶取りがなんか5月ぐらいに、今月の末ぐらいには、ね、そうだよね、ないと、末ぐらいにはということで。夢グループってどこでスタジオあるの、持ってんの。スタジオ持ってんじゃないかな、多分。俺もちょっと分からないんだけど、スタジオ持ってんでしょ、夢グループ。いや、でもどこか、どっか他 他のスタジオで、あ、なるほどね、やると思うんですけど、はい、うん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 、そうなんだ、いや、楽しみだな、だから、ね、ちょっとやっぱりそのプロデューサーもいろいろ戦略を今考えるかなって言ってるんだけど、はい、なかなかね、今ほら演歌歌手ってデビューしました、じゃあ、キャンペーンしますったって、今もうスナック巡りして、ましてテレビなんかなかなか出られる時代じゃないじゃない、はい、名前がある人でさえ今もうテレビ、ね、歌の番組がもう今全然ないし、ないからね、だからそれだったらじゃあどうやってみんなに知ってもらおうかっつったら、やっぱり辰野くんが言ったようにちょっと破天荒な凱旋者で何かをやるしかないかなとか ね、破天荒でいかないとダメだと思いますよ。そうそうそう、人がやってないことをやらないといけないからな、ね、 それとその歌を引っ提げて、はい、うん、ビッグショーですよ、新潟でビッグショーです、ビッグショー、ね、その時は、はい、のりちゃんは MC で、で、はい、僕が歌を歌ってね、それで、はい、お前のステージを俺たちが応援するから、はい、で、はい、最後に、はい、締めは俺とノリのデュエットソングで終わるから、あー大鳥は取っていかれるって、大鳥は俺取っていかれる、あいいじゃないですか、でもでもね、新潟ってね、うん、本当にね、何回か達郎くんのあれで仕事で行ったんだよ、はい、ノリちゃんね、食べ物も美味しいし、お米も美味しいし、うん、本当に新潟ってあんまり行ったことなかったけど、はい、いいとこだよな。そう、やっぱ新潟ね、まあ、米どころですから、米は多いし、ね、あと酒はあるし、お酒も美味しい、お酒もありますし、あとお刺身も美味しいし、お刺身もね、そうなんですね、じゃあそれを楽しみに、はい、あれだわ、はい、年内中にできるといいね、10月でしょ、予定やりたい ね、 そうですね、いやだから本当になんかそういう企画をしてね、はい、ちゃんね、うん、ちょっとなんかやりたいなってね、 A ちゃんにもお手伝いしてもらう、そう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 、まあ今日ちょっとその A ちゃんと会ったんだけどまあ久しぶりに今日ね、いつも A ちゃんさんって言ってるから、永田の A ちゃんと会ったんだけど、はい、社長と久しぶりに会って一緒にステージもやってるの、はいはい、そしたら A ちゃんと会ったんだけど、達郎が喋る時間がなくて1時間 A ちゃん喋りまくってたから、達郎も、はい、僕10秒くらいしか喋んなかったんで毎回あのすごいのでも圧倒され、そうでございますよね、はい、時間が過ぎていくという、そうでございますよね、そうそうそう、その辺の方々ともね、はい、ちょっとご協力を応援していただいて、はい、なんかできると楽しいよ ね、はい、ね、お祭りみたいに ね、 ね、できるといいね、あのね達郎ね、のりちゃんも、はい、実は何年ぶりだっけ、はい、30年ぶりに CD、 この間新曲リリースおめでとうございます、いえいえいえ、もう本当にね、うっかりしてたら30年だったみたいな、すごいんですよ、でこの間あのカラオケにも入りまして、はい、そう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 、いやお綺麗ですね、写真もそうね、写真もそうね、でも半顔でもうシワ取ってもらってる、ね、でもこの撮り方で、ね、面白い、いいでしょ、いやいいと思います、いいだろ、このセンスは ね、はい、ありがとうございます、結構修正してて面白いだろ、いいだろこれシワをちょっとこれはどういう撮り方なんですか、これあこれね、すごい、普通の写真を、はい、少し今、はい、AI で、はい、あのなんていうの、プリクラみたいな、なんていうの、そういう意味、違う、そういうのじゃない、似顔絵じゃなくて写真をもとに、はい、似顔絵っていうの、似顔絵風にちょっと変わるみたいな、絵、うん、似顔絵じゃないや、絵だ、あの
これですね、絵を描くあれですね。写真から絵風になるってことですね。絵みたいな、絵画風に、絵画風になってる。確かに、うん、でもめっちゃこれ綺麗だよ。めちゃくちゃ綺麗、面白い撮り方だよねこれね、うん、なんか今までにない雰囲気の、うん、でもやっぱ僕は本人の方が好きだな。イエーイ、お前何言ってるの。そうか、はい、さすがでございます。お母さんだからね、お母さん、ね、そうなんですよ、パパとママですよ、本当にね、困ったもんでね。あ、でもあれだよね、はい、あの達郎くんはそういう意味では、はい、非常にあのおばさま方からの応援、ね、ファンがすごいね、おばちゃんのファンいっぱいいただいてるという情報が、はい、入っておりますよ、はい、もうおばちゃんのファンがすごくて、おっかけの、ね、僕がライブやる時も、タツルニが、まあ、出てる時もおばちゃんがね、はい、僕にも気を使ってくれて、はい、おひねりくれてるとかね、はい、するんですよ。何にも言わないんだけど、はい、で始まる前にタツルニ、お前ちょっとおひろりみんなに言っときよって何にも言わないんだけどね。そうですか、すごいんです、ね、おばちゃん、はい、まあ、演歌の世界ってあるじゃない、ね、ああいうのが。そうですね、でも僕とかノリが歌ってる歌のなんていうのかな、そのジャンルでは、はい、そうね、そういうのってポップスってあんまりね、あんまりないですね。そう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 、だからあれはびっくりした、おひねりもね、はい、すごかったもん。達郎の初めての舞台を見た時に、ね、おばちゃんたちがもう、はい、割り箸とかもこういうあのなんていうのかな、はい、封筒ですね、封筒でね、はい、ああいいなと思ってさ、本当に助かってますね。たまたまあの前だいぶ前にずっとるくんの江藤くんも何回か一緒にやったんだけど、うん、はい、高さんも俺も欲しいなって、江藤にも気を使ってくれたね。そうだよね、江藤さんとか、もらったことないんだって。そういう、あ、そう、江藤さんじゃないですか。そうですよ、やっぱりなんかそういうジャンルじゃないというか、そういう文化じゃないというか、同じ歌謡曲の中を置いても、やっぱりアイドルと演歌っていうのはやっぱ違うもんね。どうもちょっと違うみたいですね。演歌はあるじゃない、それ。ありますね。演歌はみんなもらってるじゃない、演歌を歌ってる人って。はい、俺初めて知ったもん、そんなの知らなかったからさ、ね、なかなかない。そうだよね、だからね、そりゃいいわね。そうだね、でも達郎さ、まあこれから先レコーディングもあって、はい、自分の曲もできてきて、はい、まあそのキャンペーンはもちろん自分で破天荒のキャンペーンをやるんだけども、はい、今後の抱負というか、まあ、こういうものをしたいな、こういうこともしたいなって何かある？抱負、やっぱり誰に何を言われても我が道を突き進んでいく、うん、あ、素晴らしい、これがね大事なんじゃないかなと僕思ってます。素晴らしい、はい、人にこう言われたからこうするんじゃなくて、自分がこう思ったらそこを突き進む、ね、ブレたらダメだ、ブレずにね、はい、素晴らしい。でね、のりちゃんね、彼は歌以外にもね、やっぱりね、自分のお店もやったりとかね、はい、うん、川崎にもお店があって、スナックもやってるし、はい、結構やり手なんですよ、はい、そう、びっくりしちゃったよ。ところがそんなに儲かってないんだけど、はい、赤字でもないんだけどさ、頑張ってるんだよな。頑張ってはいるんですけど、まだ芽が出てないんですけど、うん、そうです、はい、でもすごいよね、すごい、やっぱりね、バイタリティがあるっていうのがね、すごい、ありがとうございます。あのね、回転がいいの、彼、うんうん、だからね、うんうん、やっぱ発想だとかね、そういうのがね、有言実行でこう思ったらね、うん、ああ、どうしようかな、いつからやろうかなじゃなくて、もうやっちゃってるわけよ、うん、それがすごいの。ありがとうございます。早いよな、お前な、フットワークもいいしね、はい、頭の回転は早いです、うん、早いよな、ぶっちゃけな、ね、ちょっと今もね、私たちいろいろプロジェクトがあって、はい、その辺もちょっとね、はい、お手伝いなんかもね、ちょっと、そうそうそう、僕にできることであればね、本当、パパとママのためなら頑張らないと。まあ、はい、パパとママのさ、老後がさ、はい、ね、パパとママの老後もね、そう、養っていけるように僕もちょっと頑張りますよ、ね、そうなんですよ、だからこれからどんどんと、はい、いろんな多方面で、はい、会うことも増えるだろうし、はい、ご縁のさ、その絆がもっと太くなっていくんだろうなと思って、はい、私もすごく楽しみに、ね、またなんか、はい、ほら、今僕とノリがやってるイベントだとか、これから何かあった時に、はい、タツル君にもゲストに、そうそうそう、ありがとうございます。ちょっと協力してもらったりとかも ね、はい、できるからね、はい、いろんなことを先々やっていくっていうこともね、はい、面白いかなーなんて、頑張っていきます、ね、パパとママも頑張るんで、はい、パパとママも長くないからさ、もう40年も50年もいけないからさ、そうなんだよ、ここ10年が勝負だからね。ほんとそうだよね、もう80になっちゃう。うるさいんだよ、知ってる、古希ですからね、10年だな、そうですね、10年経ったら80になっちゃうのよ、私も10年経ったら70になっちゃうのよ、まあ、ハイヒール履いてられるかな、どうだろう、履ける、俺ね、2人とも変わってないような気がする、変わってないよ、変わってない、変わってないような気がする、なんとなくハイヒール履けるかな、ハイヒール頑張ろう、今のこと難しいから、ハイヒールは難しいんじゃないかな、頑張るよ。
やいや、だから本当そういう意味では、はい、そうだね、もうあと5、6年ですよ。本当そうだ ね。もう本当に5、6年というか、今年来年でちょっと勝負かけて頑張らないといけないからね。そうでございますよ、本当。あ、なかなかね、あそこにも娘がいるんで、娘がいるから娘が、ね、守ってもらわない。娘がね、日に日にね、垢抜けて綺麗、綺麗になっちゃって、もうどうして、そうなのよ、なんでそんなに綺麗になってくるの。やっぱママに似るんですね。ねえ、本当に。いいんだよ、声出してそうなのよ ね、本当に綺麗になってくからね、娘よ。娘と息子がいて、まあ、娘にもほら、いろいろ頑張ってもらわなきゃいけないからね、うんうんうん、娘も一生懸命やってるからね。そうですよ、今ね、一生懸命いろいろやってるんで。そうそうそう、はい、そうなんですよ ね、楽しみでございます。はいはいはい、いろんなことが楽しみだから、はい、今後が嬉しいね、たくさんね、はい、そうですね、はい、まあ、達郎くんがね、はい、無事あのレコーディング終わって、はい、10月楽しみにしてね、はい、いい曲でみんなにやっぱり知ってもらって、はい、売れることをね、はい、望んでますんで、はい、願ってますんで、はい、ありがとうございます。頑張ってやってください。頑張ります、はい、またね、折を見て何回も何回もこの番組もね、はい、出てもらいたいし、はい、ね、一緒に盛り上げていただければと思います。そうですね、今度はおばちゃんプロデューサーと夢グループの一緒に2人でゲストで、ね、そうですね、しおりさんとね、はい、しおりさん、いいですか、はい、ありがとうございます。お願いいたします。はい、はい、ということで本日もご覧いただきまして、またお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週、さよなら。演歌会の頑張れよ、桜川達郎くんでした。